本日は電熱線を含む回路の電流計算を学んでいきます。まずは基本事項の確認です。電流と抵抗は逆比の関係です。抵抗が2なら電流は2分の1流れます。直列の全体抵抗は全ての抵抗の和です。例えば抵抗1の電球が3つ直列なら 1+1+1 で抵抗3です。並列の全体抵抗は各列の抵抗の積割る各列の抵抗の和で求めることができます。まず直列の場合です。すべて同じ電熱線なので1つあたりの抵抗を1とします。直列は抵抗の和なので合計の抵抗は3です。電流は逆比なので3分の1全体に流れます。並列は列の抵抗の積 1×1×1 抵抗の和 1+1+1 なので全体抵抗は3分の1になります。電流は逆比なので3全体に流れます。次は並列と直列の回路です。まず上の列は直列なので抵抗の和が2になります。並列の公式に入れて列の積 2×1 抵抗の和2+1なので全体抵抗は3分の2になります。電流は逆比なので2分の3全体に流れます。次は直列と並列の回路です。まず並列部分の抵抗を求めます。並列の公式に入れて列の積 1×1 抵抗の和 1+1 なので全体抵抗は2分の1になります。残りは直列なので抵抗の和を取ります。 1+2分の1 全体抵抗は2分の3になります。電流は逆比なので3分の2全体に流れます。Alone, but I can be the one you need on now. The world is yours.